ートレース浜名湖の5日間シリーズミニボートピア富士山2周年記念。年度替わりは浜名湖にとってはモーターの入れ替わりのシーズンでもあります。1年間ファンの皆様に慣れ親しんだ現在のエンジンもこれが使い納めの一戦ということになります。シリーズファイナル第12レースの優勝戦は出足回り足系統に自信を持つ各メンバーの激突となりました。第12レース優勝戦、その優勝戦の後枠はともに地元勢ということになります。トーチ前回に続いて優勝戦のポールポジションゲットとなりました1号艇の大場聡、人気の中心。続いて2コースに構えるのが2号艇の重野聡です。センターの3コース優勝戦では抜群の勝負強さを見せる3号艇の山市哲也、奥に3艇今ボートを下げ始めました4号艇の丹下保が角、5コース5号艇の表健一にサイアウト6コースデビュー初 V を目指す田中恭介、枠番通りの3対3とすんなり並びは固まりました。インにどっかり座るのは大場聡、一方角には4号艇丹下保です。スタートラインに対しては変わらず向かい風コンディションで第12レースの優勝戦、インコースから1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。優勝戦の12レーススタートしました。イントカド1号艇4号艇大場と丹下、この人が好スタート。 2,3 コース少しへこんでいますが大場が先に待っていく。3号艇の山市が握っていく。2コースくるっと待った2号艇茂野、2人の内側へ切り込む4号艇の丹下が旋回も押し切っています。1号艇の大場聡が先頭、2番手には3号艇山市、3番手一定審査外へと変わっていった4号艇丹下、後方3艇5号艇6号艇2号艇優勝戦スタート正常でした。2マーク2番手はセンター3号艇の山市、続いて5号艇の表が入ってくる。4号艇はその内側へ切り込んでいった丹下保も3番手が逆転しました。5号艇の表健一、上位体系は1番3番5番と変わりました。2周1マークの旋回先頭でバックへクリアします1号艇の大場聡、2番手には3号艇山市、内へクリッツ4号艇丹下がアタックを敢行。5号艇の表は外を回って間一髪これをかわしてバックへ入っていきました。3番手は5号艇の表健一、しかしまた4番手から押し上げてきました4号艇の丹下保、その定間一定心から判定心、じわっと追いつき加減の4号艇の丹下、2周2マークの3番手は潜り込んできた4号艇の丹下、待ってからこれを差し返そうという5号艇の表健一、丁寧に回った4号艇丹下、丹下が取り返しました。3番手に浮上、上位体験は1-3-4と変わりました。その後ろ4艇審査、外から5号艇の表、うち5番手が2号艇の重野、最後方は6号艇の田中恭介が続いています。3周1マークの旋回3番手は外から先に回る4号艇の丹下、くるりと回った5号艇の表との定間を広げまして、上位3艇は1番3番4番、後方3艇は5号艇2号艇6号艇の順に続いています。 2,3 コースが少しへこむスリット体型でしたが難なく押し切りました。1号艇の大場聡が最後のホームストレッチ、2番手は3号艇の山市で、3番手には4号艇の丹下保、体型は1番3番4番でモーター使い納めの1走は1号艇大場の優勝、2着は3番の山市ゴーリン、3着は4番丹下ゴーレイン、続いて5番の表、2番の重野、ラストは6番田中ゴーレイン。